480ペア960人で行われました任天堂公式カップスマブラデラックス最強タッグチーム決定戦、優勝に王手をかけた2チームが出揃いました。どうぞステージの中央にお越しください。さあそれではですね、ここで改めて両チームの両選手ご紹介してまいりたいと思います、はい、まずは赤チーム及川典和くん、千葉県習志野市もねこの地元から来てくれました、はい、リーグの回転切り参戦してましたね、はい、そうですよね。好きなスポーツは卓球、学校のクラブにも入っててこの間の大会でなんと第3位に入った。さらにですねスペースワールドの大会でスマブラでも3位ということで、ぜひこの、及川くん3位以上狙っていきたいですよね。頑張ってください。はい、続きまして赤チーム海老原正史くん、海老原くんも卓球、及川くんとね同じようにクラブに入って頑張っているということなんですよね。スペースワールドの大会では残念ながら定員オーバーで予選に参加できなかったということなんでね、今回ここまで進んできてもうかなりそのスペースワールドでの悔しさは晴らしてますよね。ここでもう一発行きたいですね。頑張ってください、はい、さあ続きまして青チーム花城清盛くん、花城くんは先ほどもお話ありましたようになんとスペースワールドで準決勝に進出をしている実力者ということなんですが、はい、花城くん今日ももう調子はどうですか。バッチリバッチリ、はい、わかりました。さあ続きまして、お隣の君塚さとしくんなんですけれども、君塚くんがね今回使っているドンキーコング、なんと3日前にキャラ決定をしたということなんですが、この3日間じゃあもうドンキーはかなり使い込んでるね。じゃあもう優勝戦も大丈夫だね。はい、じゃあ頑張っていただきたいと思います。はい、もうどちらのチームにも勝たせたい気持ちでいっぱいです、ね、じゃあ頑張っていただきたいと思いますが、では先ほどと同じようにまずお互いの健闘を誓い合って握手をしてファイティングポジションに移動していただきたいと思います。はい、そしてこの決勝戦なんですけれども、はい、今までとはルールが変わるんですよね。そうなんです、先ほどもご説明しました通り今回からはストック数に制限時間5分間のストック制バトルとなりますので、プレイヤーの皆さんもご注意していただきたいと思います。はい、この違いが吉と出るか凶と出るか、ぜひ注目していただきたいと思います、はい、さあ、キャラクター設定はもう終了しましたでしょうか。それでは、はい、決勝戦のステージを決めていきたいと思います。ご注目ください。ステージのスロットスタートです。さあ行きますよ。決勝戦はこちら。ストップ、グレートベイです。任天堂公式カップスマブラデラックス最強タッグチーム決定戦決勝戦、レッツファイト。さあ始まりました。今回はですねこのダメージパーセンテージの上にありますストップ数にご注目ください。はい、この辺がねちょっと減り出すと手数が出しにくくなりますよね。そうですね。さあここでサムスのチャージショットは、リフレクターでフォックスが跳ね返しました。吸収しました。あ、なかなか決めさせてもらえないようですね。オートリンク返ってきましたね。あ、もうドキドキしますね私もね。さあここでドンキーやりましたよ。サムスがちょっと一つ数を減らしております。赤チームのストック数が3、青チームが4ということになっておりますが、はい、さあここでフォックスが、お互い互角の戦いとなりましたね。これはぜひ白熱した戦いを見せてもらいたい。ちょっとサムスが打ち取れません。ドンキーが大丈夫ですか。さあここでコンビネーション見せてくれましたよ。見事サムスの回転切り決まりました。さあお互いストック数は2対2。はい、リーチですね回転切りは。はい、さあどうなりますでしょうか。おー、ドンキーが外れる。ルールが消えたのはフォックス。フォックスが消えました。ドンキーなんとゲームセット。赤チーム及川くん、海老原くんが優勝しました。おめでとうございます。それではですね改めてこの2チーム順にご紹介してまいりたいと思います、はい、皆様から向かって左側、赤チームが内山隆之くん、中山亮太くんチームです、なんと
内山隆之君はですね、学校のクラブでテニス部のダブルスをやっているということなので、そのダブルスで磨いたチームワークをここでも発揮していただきたいと思います。さあ、そして中山亮太君なんですけれども、こちらは野球でクラブに入ってレフトをやっている少年野球からということでね、息の長いこのクラブ活動ですね、ぜひですねこの後もこのスマブラデラックスでもね、ぜひ息長く頑張っていただきたいと思います。続きまして、皆様から向かって右側青チームは鈴木くん、君塚くんチームなんですけれども、こちらですね2人とも中学2年生、小学校からのお友達同士ということなんですよね。はい、そしてですね、こちら鈴木くんの得意なキャラがゼルダで力押し、そして君塚くんはマルスでガンガンに行きますということですので、その勢いのあるところぜひ見せてください。よろしくお願いいたします。はい、さあ、それではですね、お互いにまた健闘を誓い合っての握手から始めていきましょう。それでは注目のステージスロットいきたいと思います。スロットスタート。ストップ、グレード B です。レッツファイト。さあ、今回ストック制ということで、お互いにもゼルダシフチェンジしてるようですね。はい、さあ、ここはですね、慎重にまずね、お互いの出方を伺いたいところではあるんですけれども、はい、さあ、どうでしょう、エリカちゃん、もうこれはお互いもう 100% で言ってますかね。そうですよね、序盤戦は様子を見ながら1対1で戦っていたようなんですけれども、はい、ここに来て隙を見つけて攻撃するといった感じですね。さあ、もうね、お互いにゲームは見てますから手の内は分かっているかと思います。というところでフォックスが、そしてシークも赤チームピンチです。ストック数が2対4ということになってます。赤チーム慎重にいきましょう。青チームはまだもうちょっとダメージポイントが足りないか。赤チームちょっとピンチです。少し慎重になってるですね。青チームのマラス 117% に耐えていましたけれども、ここで吹っ飛びました。ここで2対3、ストック数が2対3となりました。ここでシークを、青のシークちょっと一発いきたいところです。ここで並びました。赤チームよく持ちこたえた。しかし赤チームどちらも 100% 以上ダメージが溜まっていますよ。ちょっとこれは怖いですね。フォックス帰ってこれるか。さあ、分かりましたよ。さあ、なんとここでシークが吹っ飛んだ。これは青チーム狙いどころ。フォックスはどれだけ持ちこたえられるか。さあ、ここでこらえてほしい。さあ、フォックスは一発をうまく狙うことができるか。ダメージポイントはでも 129% ということで決まりました。青チームの鈴木亮介くん、君塚直樹くんチームが優勝です。おめでとうございます激しい戦いとなりそうなんですけれども、はい、さあ、ここでですね、改めまして両チーム両プレイヤーご紹介していきたいと思います。はい、まずは皆様から向かって左側、赤チームの山田修一くん、山田光之くん兄弟なんですけれども、山田光之くんはなんと小学校6年生12歳ということで、この決勝トーナメント、決勝のね、こちらステージでも最年少というところを頑張ってくれています。はい、ここはね、チームワークがいいですからね。そうなんですよね。そして山田修一くんは高校1年生、ジャンプ毎週読んでいますということですからね、この辺もですね、読書と合わせてゲームの力も発揮していただきたいと思います。はい、さあ、続きましてですけれども、青チーム船見翔吾くん、小口ひろきくんチームなんですが、はい、まずですね、船見翔吾くん、こちらは、こちらですね、テニスとマラソンが好きだということなんですけれども、はい、もう土日はゲームにどっぷりと使っていらっしゃるということなんですよね。はい、続きまして小口ひろきくんなんですが、先ほども申し上げましたように、スペースワールドスマブラ大会で優勝経験を持つ実力者。さあ、この力をいかに発揮することができるか、優勝、はい、決勝戦でも楽しみなところです。はい、
さあ実はですね、今回のこの、はい、スマブラデラックス最強タッグチーム決定戦の決勝戦は、はい、ディスクに収録をされまして、なるほど、来年1月から全国2000カ所で行われます大会の賞品として全国の皆さんになんとこの赤チーム青チームの戦いぶりがプレゼントされるというわけなんですよ、はい、ちょっとね今のコメントを聞いて青チームちょっとねというような感じだったんですけれども、はい、でもね全国の皆さんのお手本となるプレーを見せていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあそれでは気になるステージを決めていきましょう、はい、ステージスロットいきますよ。スロットスタート。さあどこになるか。ストップ。惑星ベノムです。レッツファイ。さあ始まりました。まずはお互いに一つの翼のところに集まって今回も4人が固まりました。さあ今のところまだストック数は4対4ですが、これが減っていくと戦い方も変わってくるのではないでしょうか、はい、さあ今サムスが戻ってきました、はい、さあこちらの戦いどうでしょうか。2面に今のところね分かれての戦いになりましたけれども、はい、PG目が帰ってきました、はい、はい、こちらですね山田兄弟チーム、頑張ってくれておりますけれども、はい、サムスのチャージショットそしてリンクの回転切りをうまく使いたいということなんですかね、はい、さあエリカちゃんこれね、はい、まだこの時間になってもお互いにまだストック数減らしてないって珍しいですよね。そうですよね、はい、しかも今のところですね青チームが、はい、優勢かと思われたところで、はい、ちょっとリンクがストック数を減らした。ここで赤チームストック数3、青チームが4。ここでなんとマルスもおっとストック数減らしました。はい、さあどうなりますか。3対3。おっと思わずですね観客の中に手をこうね自分で思わずシミュレーションしてる方もいらっしゃるようですけれども、はい、サムスがなんとダメージ200以上ですよ。おっとここでなんとリンク捉えてたんですけれども、捉えられるかリンク。サムス最初お兄ちゃんの方が、はい、さあリンク捉えられるか。さあ2対1となってます。さあここでストック数が赤チーム1、青チーム2。これはいい戦いになりました。逃げるリンク逃げる。さあリンク捉えない。おっと回転切りがうまく引かれた。気をつけた。さあこのあとここリンク入ってこい。追撃をするマルス。はい、決まりました。ただいまの決勝戦青チームの船見翔吾くん、小口ひろきくんが優勝です。おめでとうございます。それではですね、はい、改めまして両チーム両プレイヤーご紹介してまいりたいと思います。まずは皆様から向かって左側赤チームとなりました宇田川雄介くん、菅野武人くんです。宇田川雄介くんは中学2年生菅野武人くんは高校3年生ということなんですが、宇田川くんの同級生の菅野くんのお兄ちゃんが菅野武人くんということでね、お互いですね直接のお友達ではないんですけれども息の合ったところを見せてくれてますよね、はい、昨日の雪辱ここで果たすことができるか楽しみです、はい、さあ続きまして青チームの荒川拓磨くん、伊藤大輔くんなんですが、こちら荒川くんは趣味はネットで毎日1時間、はい、伊藤くんもネットが趣味ということなんですが、その趣味よりもゲームの実力も注目したいところですよね。はい、楽しみですね。はい、頑張っていただきたいと思います。さあこちらのね宇田川くん、菅野武人くんチームはですね、はい、もうリベンジにやってきてくれてますから、もうかなり負けられないところですよね。気合いの入ってるところを見せていただきたいと思います。はい、さあそれではいよいよ決勝戦です。さあそれではですね、こちらキャラクターはすべて出揃ったようですので、そろそろステージスロットを行いたいと思います。はい、それでは参りましょう。スロットスタート。さあ最後の一戦です。いきますよ。ストップ。惑星コーネリアです。レッツファイト。さあここはお互いにまずは1
対1でサムス対シーク、そしてフォックス対ガノンドロフと思いましたが入れ替わりましたね、はい、このストック制バトルがどちらが有利に働くのか、はい、さあエリカちゃん、まずですね、今出だしを見ていただいていかがですか。そうですね、みんないい動きをしていると思うんですけれども、うん、はい、ダメージはどちらも同じぐらいでしか止まってませんよ。そうですよね、少しお互い慎重になっているかなというふうに見受けられるんですけれども、はい、そのあたりどうでしょう。うん、やはりチームバトルですので相手を信じてガンガン攻めていただきたいと思います。そうですよね、さあ今回どんな戦い方を見せているか。はい、ここは救われますね、フォックス。あ、ドキドキしますよね。サックル対面に分かれての戦い、さあサムスがどうだ、帰ってこれるかサムス。さあうまくボムを使ってさあ最後スクラム、はい、これは帰ってこない。さあなんとこれ緑のコーラで、あとフォックスが一度ストック数を減らしたということで赤チーム3、青チーム4のストック。これなんとサムスも、はい、ストック数が2対4となりました。さあこれで、あ、ここでガノンドルフが、はい、はい、赤チーム積極的にまだね頑張っていただきたい。そして青チームもストック数が3になりました。はい、青チームのサムスまだ一度も落ちてません、はい、ませんね、はい、そう言ってるとサムスは、はい、まだまだ耐えてます。どうだ、追撃は成功、ここでストック数が同点になりました。はい、さあここでですね赤チームもね積極的にいけるようになったんじゃないでしょうか。はい、おっとガノンドロフのダメージが高くなってきた。ここはどうなるか、うん、シールドをうまく使って、はい、攻撃をかわしているようですよ。さあガノンドロフどうだ、どうだ、うわー、なんとここでついこんでね。さあ、あと残るはサムス。さあシークの攻撃はどうだ、どうだサムス、うわー。ということでこの決勝戦赤チーム宇田川くん、カーナくんが優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。
Ready? Hut!